じゃあ、選挙、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。参議院議員選挙。はい。戦略通り。そうですね。当面、ガーシー出ない。一生帰ってこないじゃないですか。一生帰ってこない。いや、だって、年次が僕なくなると思うんですよね、彼の。年次っていうか。だって、日本に戻ってきて、ビビりながら YouTube 出すよりも、うん、もうドバイにいたまま、はい、なんか、芸能人のハメ撮りとかも出した方が面白い。そんなのあるんですか。まあ、本人はそう言ってるんでね。殴ってる映像とかはあるんです。僕見ましたから。上場企業の社長が女の子を殴ってるとかっていうのは映像来てましたね。ああいうのって YouTube 出せないですよ。殴ってるやつって。ああ、そうなんだ。YouTube ってそういう暴力シーンダメなんで。あ、そういうのをサロンで出して、そのサロンで出したものを見た人が、うん、まあ、お金払って見た人が YouTube で VTuber とかね。VTuber じゃなくても、ちょっと可愛らしい女の子が、国会にガーシーのサロンによると、こういうことがありました、みたいな感じであれば、それはそれで YouTube も多分バンされないと思うんで。だからガーシーはこれからも、国会議員という肩書きのままドバイにいて、うん、世の中の裏側を出していくのがベストだと思ってます。クビにされたりしないんですか？クビにしようという動きがあったら、うん、それに賛同するやつをめくる。じゃあ参議院議員の中で常に傷持ってるやつなんか山ほどいるわけですよね。特に参議院議員は違法じゃなくても不倫とかでもいけるわけですよ。別に不倫程度でも、まあ、不倫してない人とか珍しいですね。そもそも、まあ、例えば回春でもいけると思います。回春マスター、いわゆる回春というかお金で女性を買ってる人、売買春のね。そうです、そうです、はい、だからそれでもいけると思うんで、はい、まあガーシーに逆らうような参議院議員がここに3分の2もいるのかなと。3分の2以上いないとダメなんですよ。なるほどなるほど。あ、そうなんですね、はい、すっごい調べてますね。あ、男子が助成金になるっていう、助成金なんですけど、なることは、うん、まあもう 100% とは言いますけど 99.9% はないです。すごいですね、はい、もうメディアも情報が来てて、うん、ガーシーは触れないって言ってますね。触れない、日本に帰ってくるから何しようが、リアルね、うん、とは帰ってきてもどうせ使わないけどな。ああ、もう使わないこと。いや、だからもうテレビでは絶対応援しないですよ。なんで？国会議員。いや、だから国会議員って逆に出てこないですよ。だから今一番分かるのは、有田芳生さんなんかは国会議員辞めた方が出てくるじゃないですか。ああ、だから国会議員って意外に呼びづらいんですよね。なるほどね。だって713人もいるから国会議員。はいはいはい。だから国会議員って意外に当選した時ぐらいしか紹介されないんで。ああ。別に、まあもちろん日本に来ました、戻ってきましたぐらいの報道はするでしょうけど、うん、じゃあガーシーの深いところを取材しますかとか絶対ないです。